んで、はい、もっと多分調子が上がると思います。あ、なんかだらし運転的なものがあるんですね、ストーブにも。煙突もやっぱり隙間があるじゃないですか、はい、煙突の隙間にすすがこう、なんていうんですか、詰まることによって煙突内部も、気密が良くなって効きが良くなるんですよね。で、あとは鉄が慣れて安定し始めてるんで、膨張と伸縮のその力に耐えられる状態になってる。なかなか見ないですよ、こんな綺麗なの。もっとじゃあ ドロドロしてるというか、ガッと、なんだろう、おせんべいみたいな感じ。あ、塊で、よく見るんですね。固まってるってことですね。うん、なんか結構あの薪がもうだんだんなくなってきて、もう濡れてるようなのを入れてて、はい、たまに見ると部屋タオルが匂って出て、はい、心配は心配だったんですよ。うん、だけどそんなにですね、ちゃんと